橋本ホビーへようこそ。今回はこれ。今回はね、花壇に植える用のお花をね、いくつか買ってきたので紹介していこうかなと思います。他にもね、今種まいてるやつとかいろいろあってね、まあこれだけっていうわけではないんですけれども、買ってきたやつをねちょっと紹介しようかなと思います。まずはこれがね、日々草ですね。日々草ね、あの白い日々草とかも好きなんですけど、今回ね赤にしました。今回ね、白がね在庫切れだったのでっていうのもあるし、今回ペンタスをね白を選んだので、夏にちょっとホワイトガーデンみたいに全部白っていうのもどうなんだろうなと思って、で種から撒いてるお花っていうのもまあ赤ではないんですけど、赤系のねあのお花とかが結構あるので、そちらのね色味に合わせるっていう部分もあって、まあ赤にしました。カラフルにしちゃうとさ難しいのよ。黄色があったり赤があったりとか、例えば青があったりとか緑があったり、まあ緑は全部入るか、いろんなね色があるとすごく難しいんだけど、似たような色とまあ白とかね、そういった色だとまとまりやすいので、今回はね赤と白を買ってきました。で、日々草ね、あの結構メンテナンスも楽なお花で、勝手にねお花が終わるとお花がポトポトと勝手にね落ちるんだ。花柄摘みをね、できればねその花柄とかこうくっつくので取ってあげてね、あの外してあげるっていうぐらいはした方がいいんだけど、まあそんなにね手間がないよというところで、まあ結構楽なお花かなと思います。で、今回ねちょっと小さめのものを買ってきてるんですが、なぜかっていうとまだ植え付けないからっていうことですね。すぐに植えるんだったらね立派な株っていうのを買ってくればいいんだけど、まあ梅雨明ける頃とかにね植えたいなと思ってね買ってきました。それまではね軒のあるところ、日当たりのいい良くて軒のあるところにね置いておこうかなと思っています。あとピンチとかもこれできるのかな、枝数を増やせるんだったらカットしちゃおうかなと思っています。で、こちらのね、日々草なんですが、1株65円でした。次にねこちらの白いお花なんですが、先ほど言っちゃったかもしれないですけど、ペンタスというねお花ですね。星のようなね形の花が咲くんですけれども、まあ五角形というかですね、5枚のね花が咲いているので、ペンタスというねお花ですね。多分そうだと思いますけども、あのペンタゴンとかあの五角形だよね、なんかペンターが 5なのかなっていう感じだと思うんですけど、まあそういったねお花になってます。こちらもね同じペンタスの白ですね。で、ペンタスに関してはね、一応多年草っていうか、これも樹木に入るのかなわかんないんですけど、冬越しさせればね何年でも一応育てられるのかな。まあでもね、自分が植栽の仕事とかしてた時っていうのも、まあ一年草扱いでやってましたけどね、まあ直接植栽をしてたわけではないんですが、で、ペンタスに関しては花柄摘みはした方がいいのかなと思いますが、ペンタスは105円でした。で、最後にこれなんですが、わかります？ホウキグサっていうやつですね。ホウキグサっていうやつですね。ホウキグサは和名でコキアって呼ばれる植物ですね。で、これ丸くねこんもりと育って、冬前秋とかに赤く紅葉してっていうね、まあ、植物です。で、枯れた後は収穫してねホウキにできるっていうところでホウキグサというふうに呼ばれていたりします。で、今回ねホウキグサ一株だけ買ってきたんですけれども、うちの界隈ってねホウキグサね植えてる人いないんだ。なので、まあ育つかどうかわからないっていうのもあるんだけど、まあこの辺でさ植わってるとこないから、まあ植えてみようかなと思って買ってみました。他にもねマリーゴールドだったりとか、まあ、いくつかねあのお花をね植えようかなと思っているんですが、今のところこんな感じかな。ちょっとねあの気をつけてほしいことがあるんですが、日々草ね、あのあまり虫に食われなくて丈夫なお花なんですが、あの一応毒草です。なのでペットを飼われてる方とかね、あのペットが食べちゃわないように気をつけてください。そんなに日々草でのトラブルっていうのを聞いたことはないんですが、一応ねペットとかにも有害なはずなので、ペットとかはね食べないように注意していただければなと思います。ペンタスとかコキアは分かんない、日々草は
何の仲間だったっけ、キョウチクトウだったっけ、何の仲間だったっけ、なんかそんな感じの仲間だったと思います。で、日日草に関しては、冬越しのねチャレンジをやってみたこともあるんですが、簡易的なね温室でもちょっと無理かなっていう感じなので、日日草はね、まあ安いこともありますんでね、ボイラー炊くほどのことではないので、毎年ね、買うのがいいのかなと思います。もしくは種を取ってね、自分で種をまくっていう感じですかね。せっかくね、お花は咲いてるんですけど、今、梅雨時期でね、あまり観賞もできないので、ピンチしていこうかなと思います。どの辺でピンチすればいいかな。この辺とか。日日草って結構ねボリュームがわっと大きく出る植物なので、こういう風に一本仕立てというかですね、まっすぐ一本だけスッと生えてきちゃうともったいないので、なるべく切っちゃうよと。これぐらい切れば下の芽が育つんじゃないかなと。あんまり上の方で切っちゃってもね、下の芽が育ちにくいので、たくさん芽が出ているので、これもこの枝はもうバツリ切っちゃおうかっていう感じでね、切っちゃおうかなと思います。これは種なのかな。日日草ね、自分の知ってる感じだと白いお花をよく育てるんですけど、あんまりこうやって鞘で実がついてるのを見たことがないんですが、まあそこまで管理してないからっていうのもあるんですが、こんなにたくさんね実がついてるのも珍しいかなと思います。撮影前にあらかた撮ったんですけどね、ということでね、まあこれぐらい切っておけば、またねここから芽がわっとたくさんね、脇芽がこうちっちゃい脇芽ね、こういうのがわっと大きく育つと思うのでいいかなと思います。で、まあペンタスの方はね、まあわりかしもうボリュームがそれなりに出てるので、まあいいかなと思います。こういったね安い苗とかっていうのも、まあタイミング、自分が植えたいタイミングね、植えたいタイミングより少し早めに買ってきてピンチしてあげたりすると立派になったりするので、意外とね安いお花も楽しめたりしますね。大きく育ってね、高い株を買うっていうのも全然いいんですけどね、手間がなくていいんですけど、まあこういったねちょっとした簡単な手間をかけることでね、安く楽しむこともできます。ということでね、今回は花壇に植えるねお花を買ってきたので、ちょっと紹介をしたんですけれども、あと日日草に関してはね、脇芽が少なかったのでピンチをねしたんですけれども、またねいろんなお花の動画も見たいよっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。 Twitter インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。